用意していただいて、もう恐縮です。もうはっきり言っても周りの環境にですね、このまあフレームの中心が負けてますから、もう。喋れないけど聞かれりゃ何かしら答えるだろうっていう時の、多分聞く相手としては一番なんかいっぱい喋ってくれそうな、本当は女の人が良かったんですけどね、女の人だと全然違う話になっちゃいそうなんで、まあそういったこと、男の人でいくとやっぱ木原さんかなっていうのは。いやもちろん光栄ですね。こういうふうに特に特撮で飯を食ってるわけじゃない人間が監督に声をかけてもらえるなんて、こんな誉れなことはないでしょう。樋口さんの最大の、まあ、特徴というとおかしいんですけども、一カット一カットかっこいい、どこのカット撮ってもかっこよく撮れてる、これはかっこよく撮れてるのではなくて、かっこよく撮ろうとしたからなんだっていう、かなり誤解してたんですよね、ガメラについて。私が全然そんなこと考えずに撮ってるところをですね、ものすごく意味があるようにですね、こう分析してくれてですね、こういうふうにこういう解釈の仕方をすると、あ、俺ってまるでなんか賢いみたいじゃんっていうようなですね、非常にいい誤解をしてくれてたんで、あ、どうせ嘘をつくんだったらこのまま嘘を突き通した方がいいな。1カットの絵をこういうふうに撮るんだっていうのを一個一個積み重ねていくというのは、一個一個ロジックを考えて撮らなければいけないじゃないですか。1カット撮るだけでもロジックがいるのに、そのロジックの中にはちゃんと繋いだ時のロジックまでちゃんと計算されて、これなら繋がるっていうふうにうまく確信犯的に撮れてるとしか思えないようなものがいっぱいありますよね。実は何にもこうそこまで深いこと全然考えてないんですけど、木原さんの方でこう勝手になんかこうすごくいかにも考えて俺が作ってるっていう風にですね、もう勝手に分析してくれて、こんな誤解、いい誤解をしてくれる人は他にいないだろうっていうのは、聞かなきゃいけないのは、これまでたくさんあったメイキングの映像だとか、メイキングの裏話的なものではなくて、どう怪獣映画を樋口真嗣は撮るんだっていうふうにご本人が思っていたかというような、自分の絵作りだとか自分のこだわりだとかというようなメイキングよりもさらにもっと前ですかね、どうかすればカメラの回る前に何を考えていたのか、何を企んでいたのか、あとはやっぱりルックス的に自分がなるべくですね、その痩せて見えるような人とか、本当に女性が一番良かったんですけどね。そうか、中山忍さんとも良かったな。いやー、戦う前の怪獣の気持ちがよくわかりますよね。なんかこう、叶わないまでもどこまで肉薄できるかっていうところに、迫ってみたいなと思うんですよね。こうやって、ね、朝からこうセッティングしていただいてですね、さてこれから撮るぞって時にですね、こういうなぜヒゲを取らなきゃいけないの、 俺だったらそう思います。俺だったらファインダーを覗きながらもっといいものを撮りたいな、そういうふうに思いますね。今日はガメラのそれぞれを見ながら、はい、樋口監督の心の奥底にしまわれたことを、はい、いろいろ語っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。もう煮るなり焼くなりまな板の上の恋状態ということで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。拷問というか尋問に近いですよね。本当ですね。だからこう裁判というかね、裁判の被告みたいな、被告人前へっていう感じで。そのガメラを飛ばすっていうことに関して、どういう狙いを持ってたんですか。義務ですよね。まあそれはそうでしょうね。まあ縛りですから。これやんないとやっぱガメラになんないなっていうのはあって、あと
制作発表の記者会見の時にこう、最初出る予定じゃなかったんですけど、まあ今は亡き徳丸社長がですね、まあとりあえず制作発表の前にですね挨拶だけしとけとか言われて行ったんですよ。そしたらなんかそうで、彼は出ないのかとか言って、彼を出さないとダメだろうとか言って、その徳間社長の鶴の一声で、なんか急に記者会見に出ることになっちゃったんですよ。で最初なんか中山忍さんが来るはずだったんだけど来なくなったっていうのもあるんですけど、でこう記者会見のこう札がこうあるじゃないですか、誰誰っていう。それからわずか5分ぐらいで大英の美術部がですね、その自分の名札を作ったんですけど、その裏側に中山忍って書いてあったんですけど樋口です。私事で恐縮なんですが、私ガメラと同い年でありまして、その辺非常に奇妙な偶然というか運命のようなものを感じております。ガメラといえばですね、ゴジラにできなくてガメラにできるものは何かといったら空を飛ぶことであります。自由に空を飛び回ることであります。自由に空を飛び回るといえば、徳間社長の作られている宮崎アニメであります。今回ガメラを作るにあたってですね、宮崎アニメを超えるような迫力ある空中戦を CG やモーションコントロール、その他最新技術を駆使してですね、映像化していこうかと思っております。何にも考えてなかったんですけどね、落とし前つけなきゃいけないなとか、答えの画像作んなきゃいけないっていう、ただどういうふうにやろうかとか全然考えてなくて、昔みたいなやり方してもしょうがないっていうか、昔のやり方が実はすごい金のかかる方法だったんですよね。火薬を仕込んでクレーンで回転しながら上げていくっていうやつですね。昔のやつにしてもあのぐらいの口径から出る火っていうのをやろうとしたら、特注の火薬になるらしくって、でいろいろ話を聞いてると、当時昔のやつ当時で本当8万ぐらい1本したらしいんですよ。1本当時の値段で1本8万で口が4つありますからね、それでもう市販32ですよ、32万円で。しかもそれが必ずしもですね同時にですね出たりとからしいですね。そんなことやってられるかっていうのがあって、でやったところで結局煙がもくもく出ちゃってですね、もう笑い話になるようなですねものしかできないんだったら、なんか他にいい方法ねえかなって。でそしたらなんかこう知り合いの CG 屋さんとかやってみようかっていう話になって、それでレギオになった時に、どう言えばいいんでしょう、ガメラはロケットのように水素が燃焼した時のような水蒸気のような膨大な煙を出して飛んでいくじゃないですか。最初のガメラの時にはやりませんでしたよね。あんなにたくさんの煙というのは、これはもう煙に一種のこだわりがあったからこうやって仕込んでくれっていう指定で。逆に1本目の時っていうのが結構そのやっぱり飛んでいくガメラの形っていうのがかなり自分の中で間抜けに見えたんですよね。この画面の中でこうもう少し違う要素を入れることによって、その飛んでいくガメラの間抜けさっていうのをどこまでこう分散させることができるか、要はその絵の中で違う要素があれば、そっちにみんな気がいってくれて、実は飛んでいくガメラって意外と気にならないんじゃないかなっていうのがあったんで、で結構2本目ではそういう煙に目を行かせてですね、
ね、確かに煙、まあ、あれだけの体から膨大にモクモク出てくると、それともう一つやっぱり特撮の飛び物ってどうしてもその空バックで物を釣ってっていうのはものすごく多かったんですよね。そうですね、ずっとそうですね、長い間今まで通りのセットの中でそういう、まあ、親線というんですけど、その天井に一本線を引っ張っておいて、それに従って物をと飛ばすっていうことがどうしてもそれだけじゃ表現できなくなってきちゃうっていうか、まあ実はそれが一番やりやすいんですけど、まあ今までのそういうやり方でやったものってどうしても飛んでるように見えない、釣ってるようにしか見えない、それは釣ってるから釣ってるように見えるんじゃなくて、実際飛んでるもんって水力があってそこから推進してるわけですけど、とてもそういうふうには見えないっていうのがあって、じゃあ例えば本当、まあこれ言い続けてることですけど、本当にこういうものがいたとして、ちゃんと俺の言うことを聞いてくれるような 50m のやつがいたとしたらどういう撮り方するのかなっていう、じゃあヘリ用意しましょうかとかですね、あれ自家用ジェット機に何かカメラつけてそれで撮るのかとか、そういう架空の現場の段取りってものがあると思うんですよ。そこから外れちゃうとどうしてもその説得力のない絵というか、映画を撮影してるさも撮影してるだろうという空間に嘘が出てきちゃうんで、それでいうとガメラ3の空中戦というのは、あの今までもうできなかったと思って、半ば諦め的なところが、フル CG でできることによって随分消化されたところはやっぱありましたか。まあそういった意味で今までやりたくてできなかったことですからね、言ってみれば現実的にできる技法ってあるわけですよ。1本目の時は本当じゃあ全部綿の雲とピアノ線で釣ったものでどこまで表現できるかっていうことでしたし、まあ2本目はほとんどそれで結局そこまでしかできないんだったらもう2本目はなるべく空中戦はやめよう、最初はまあ伊藤さんの本でもいっぱいあったんですけど、ごめんなさい今回も前と同じぐらいのことしかできないし、前以上のことができないんだったら今回は待って、やっぱり空は否定してたんですね。じゃあまあ、1本目が空中戦だったら2本目空中戦やってもしょうがないじゃんっていうのは陸戦じゃないかって、だからそれで言うと3本目は本当は海にしなきゃいけなかったんですけどね、海はそれこそもうちょっと待ってっていうのは、水はもっと大変だって、本当3本目で実はやりたかったのは水中戦なんですよ、水の中で空中戦みたいなことができるんじゃないかなっていうのは、それは多分誰もやってないだろうし、海中戦というやつですね、水の上で戦うんじゃなくて水中の中をそのなんかこうそれこそ空中と同じような挙動でですね、戦うっていうのを実はやりたかったんですけど、そしたらモスラ2が水中のなんか大決戦みたいな話になっちゃって、やられたとかです、同じようなことをやってるなっていうのが、じゃあ違うこと考えようって、じゃあ今までずっと封印してたその空中戦っていうのはまあやってみようか、ただそれにしてもカット数にしてはほんと少ないですから、結局間にその空自のオペレーターの、あとその CRT 上の地図であるとかそういったもので、なるべくそのカットとカットをシーンを構成するために必要なカットっていうのを最小限にしちゃって、なるべくその何ですか、見せたいところだけ作ってあとは全部目隠しをしていくっていう方向にすることで、あそこはなんとなくシーンとしてのボリュームが成り立ってるっていうか、そう物足りないと感じるかどうかって多分個人差あると思うんですけどね、もっと見せろって言われればすいませんこれが限界ですとか売り切れですっていうふうになるわけで、いやあんまり長く見るもんでもないと思うんですよね、かっこよさのままで持続させようかと、飛ぶということを考えるロジックの基本にこの作品の飛ぶっていうのに、まあ、例えば影響を受けたとかあった上でのカメラなんですか。まあやっぱり目指してるのって本当出任せに、口をついて出た出任せにこうなんていうんですか、こうに対する忠実なしもべとしてですね、やっぱりこう、まあ、宮崎駿のアニメーションの飛ぶ描写っていうのは多分今同じようにアニメーションも制約があるわけじゃないですか、じゃあ全部その三次元的なですね縦方向の動きができるかったらできないわけで、原則としては全部そのセルの引っ張りだけでこう飛んでるっていうのを表現するわけですよね。そうですね、やっぱり自分たちが同じようなその何ですか特撮の現場でやったり、あるいはそれを合成で
合成なり 3D の CG で構成しなきゃいけない時ともやっぱり同じような制約ってあるわけですよ、うん、じゃあその中でどういうふうに振り分けていくか、うん、じゃあ振り分けていく中でどういうふうにやっていくか、ペイトリオットの直撃してそこからその火球の中からガメラが飛び出してくるっていうところが、ええ、まあワンカットでやったんですけど、ええ、あそこってまあ言っちゃえばナウシカのガンシップが向こうのゴナンなんかでかい船があるじゃないですか、ええ、で それが炎上して墜落しながらそこをなんかこうなんか砲撃てとか言ってそのまま姫様とか言ってドカンとか言って、はいはいはい、出てきてこう、ええ、くるくる回りながら翼を広げてバッと、ええ、あの安定した飛び方に切り替わるって、ええええ、あれで行きたいっていうのがあったんですよね、ええ、でそんな感じだからっつんでやっててどうもそのアニメーションのタイミングがイメージ通りにいかないなってもうしょうがない身も蓋もない話をするがあれなんだって話をしてですね、ええ、ナウシカのあのカットだっていう話をしてビデオ屋に行って借りて見て愕然としたのはワンカットじゃなかったんですよね。あただ自分の中の記憶では本当ワンカットのですね、ワンカットで構成されてたものがですね、ええ、クソ宮崎駿手抜きやがってとかですいい話ですね、ええうん、ただそっちのはるかに効率的なんですよ、ええ、効率的だし要は苦労してワンカットでやるよりも印象としては高いわけですよね、うん、それを考えるとあまだまだだなっていうのね、うん、本当だ止め引きとですね、うん、止め引きだけで構成されてるセリアニメにですねまだまだ負けてるっていうのは、うん、それはもう本当演出的なことをね生業としてるもんとしてはすごい悔しいですよ。なるほどね。いかにもその特撮の技術が上がったからといってもそれだけじゃ何もできないんだぞっていう話ですね、うんうん、なくてもできるんだよっていう。そうだね。なくても心地よさっていうのは十分出せるわけだし、うん、そこは本当、うん、まだまだだっていうのはね、うん、から悔しかったですけどね。あのイリスという怪獣デザインを見てると、うん、今までの、 あの着ぐるみの怪獣っぽいものっていうのじゃないのでやろうっていうようなニュアンスが伝わってくる気がするんですね、うん、あの硬質なところもあれば軟質なところもあれば、うん、あのやたら触手が長いだとかっていうような、うん、およそ面倒くさいからやめようよっていうところを天候に入ってる感じがするんですね、うん、なおかつその空を飛ぶシーンになってくると、うん、その体はうねうねするわ、うん、柔らかいというふうに見せつつそのあの翼膜という面で翼のような膜が張っていて、うん、水中の中で泳ぐ高速怪獣っていうような、うん、あの不思議な動きがありますよね、ええ、なおかつこんなゆるゆるの体なのにものすごく速い化け物だって、ええ、高質のガメラが回転しながらやっと追いつくのに対してすごく対照的に見えたりしますよね、ええ、空を飛ぶ空のその飛びながら何か運動するっていう中の説得力を持たせるとしたらもう羽ばたくか、うん、要はケツから火吹くかどっちかしかないわけですよ、はい、通常であれば、ええ、で他に何かもう少しその飛ぶ上でのアイデアって何かないかなっていうところで、まあ、言っちゃえばガメラはケツから火吹くし、うん、ギャオスはもう羽ばたくっていうところがあった時に、うん、じゃあそれのどっちでもない何かっていうものを何かないかなってなった時にその海に潜った時に見たですね、うん、やっぱイカの動きっていうのはあれはそうじゃない運動だからこれはいけるかなっていうのがあって、あ、まあ、あとは本当それを実現してくれたアニメーターの力っていうのは大きいですけどね、うん、まあ、こっちがいくら思ってもじゃあそれは本当 3DCG の中でそういうのが成立するかどうかっていうのは、ええ、あれそういった意味でただの手付けのアニメーションじゃなくてやっぱり触手の動きとかそういうのは全部物理計算でやっててそのプログラムを書いてくれたっていうのは、うん、あそこですよね、やっぱそう手付けじゃ多分あそこまでそのなんていうかその自然なヌルヌル感とかです、うん、そういうのは出ないですから、うん、そうですね、立って歩いてる時にはどうしても制約された固定された形のヌルヌル感というのは別問題のイリスがそこにいて、本質的なものは空中に飛んでいる時に水中のごとき本質が出るっていう感じが確かにしますね、まあ、それでいうと本当その辺の落差がですね、うん、逆に言うともう着ぐるみの二足歩行の段階って最初にできちゃってるわけでそこはもう本当にもうそれ以上発展することができないような技法なわけですよ、人が来て入るっていうことである以上でその後にじゃあ 3D の CG の作業に入った時に、うん、ここまでできるけど
ていった時に明らかに整合性は取れないわけですよ、うん、二足歩行の時とは、ね、じゃあそこでじゃあここまでできるのをわざと抑え込んじゃった方がいいのか、うん、いやいやもうこれはこれでいいからもう行けるとこまで行っちまえってどっちを取るかっていうのはやっぱ自分の中での判断なんですよね、うん、だとしたらもう整合性合わなくてもいいから気持ちいいもん見せてるっていう、うん、そこでなんかもっと気持ちいいものがあるのにそれを整合性のためという名のもとにそれを全部排除したのはちょっと俺としてはもったいないな、うん、全体がしょぼくなるぬいぐるみに合わせてしょぼくなるんだったら、うん、なんだぬいぐるみになったらしょぼいじゃんって言われた方がまだ、どっちを取るかっていうことだと思うんですけどね、うん、イギリスが飛ぶところから京都の上空に来て、うん、減速シーンなくそのままもう降臨という形で降りてきて、うん、そのまま降りた後は着ぐるみに繋がっていくじゃないですか、うん、あれは繋がりやすいような形で凄さや強大さを縦に下ろしていくことで見せてみたかったんですか。そういう考え方もありです、ね、そういう考え方もありなるほどいいなそういうことにしときましょう。あ、じゃあそういうことにしときましょうなるほどね、うん、あ、イリスは減速がないんですよね。ガメラはあるんですけど、とかやっぱりガメラよりも多分制御されているんだろうなっていう。完成された怪獣だから、もう少し制御された形でガメラは毎回失敗してますからね、毎回アウトオブコントロールでですね、うん、一歩目なんて全部墜落ですから。はいはいはい。あ、そういやそうですね、まともに着地したことは一回もないですから、一作目では、丈夫なやつだな。確かにバカバカ落ちますね、もう落っこしてばっかりですから、うん、全部落としてますからね、うん、でさすがにそれじゃあ間抜けだろうって2本目ではなんとかこう着地しようとするんですけど、うん、実は何が一番面倒くさかったかって着地させるとこがあんまりかっこよく構成できないんですよね、うん、それはそのイメージ的にもそうだし、じゃあそのイメージをどうやって現実に絵にしていくかっていうところでもやっぱり、うん、うまく見せられないっていう、うん、どうしてもそのなんかこう間抜けなわけですよ。絵コンテを作る段階でじゃあどういうふうに着地させようかっていうのをやって、まあとりあえず着地はこういうふうにするだろうっていうふうにですねフルショットの絵をするとですね、もう破き捨てたくなるぐらいかっこ悪いわけですよ、うん、自分の画力がどうこうってもあるのかもしれないですけど、うん、こんなかっこ悪いのは人にはお見せできねえだ、うん、でしかもそれが決して現場的に楽な方法ではないわけですし、うん、現場でこんな苦しい思いして結局この程度しかできないんだったらやんない方がマシだっていう、じゃあどういうふうにするかっていうと結局絵のサイズを詰めていくとか、詰めていくことで全体像をぼかす、ぼかすけど何が起きてるかギリギリのところで分からせる方向にするっていう、それでレギュの時にあれですか、スライディング着陸っていうのやってのけるんですか。飛行シーンから着陸のスライディングに変わって、スライディングが曲面が描いているのか、水平スライディングをしているのかっていうの分からないのをうまく見せるためにそのガメラのあのプラズマを発射させるっていうカットを挟み込んで、レギオに対してその入射角を変えていくじゃないですか、入射角を変えていくことで曲面でぐるっと回って、ファイティングポジションの決め位置に来るっていうやり方を取ってますよね、これで一応完成されてるんじゃないんですか。というかまああれは
一度やっちゃったら二度とできないで、できないですね、ガメラしかできないし、一度やったらあのかっこよさ二度と真似できない要素だと思うんですね、というかガメラでもというかあれもう一回やっちゃったらちょっと良くないなっていうのがあって、あの横スライディングが今度は縦スライディングに切り替わっていく、というのがあの京都の着陸なんです。そうですね、ただあそこもだからそういった意味でそれ以上のプラスアルファってないですから、でもね横位置は分かるような気がするんですけどね、その、あのなんかの時にはあの足元のものは壊れても、あの手前と奥は壊れないので、悪いテイクもう一回っていうのがあるのかなと思って見てる、一発撮りじゃないのかもっていうところあったりするんですけど、京都の時はあれ一発撮りなんでしょ、壊しながら前にどんどん迫ってくるっていうのはありましたっけ。いやいやあるんですよ、だから落っこってきて体を立て直して、あの煙の後ラーダーだった腕が全部そのあの普通の手足になってそのまま正面に向かって、ずっとまっすぐカメラに向かってカメラローアングルでカメラ見上げたまま下がっていくっていう、あれ迫ってるな、多分あの両脇にミニチュアを置いて、カメラ、あのカメラは下がってるんですけど、下がってますね、カメラ動かしたかな、動かしますよね。よかったよかった。でなんかドカンとか言ってなんか一応着地のきっかけみたいなのやってますよ。やってますよね。その通りです。思い出しました。今思い出した。よー止まった。はい。その通りです。ねえ。いや、まあ、僕は社外見たらであの大変驚いたんですけど、ね、こんなワンカット処理でやって大した度胸だ。いや二度とやりたくないですからね。空中戦やった後下に落下するまでの、あのカタルシスっていうのは生理的快感があると思うんですよね。こういう速さだろうっていうふうに思うところだとか、あの落っこちてきたところから噴射して立て直してっていうところまでに至る流れですか。まあ多分そういった意味ですごい理屈じゃなくて多分自分の中の快楽原則とかそういうのに基づいてやってるだけなんで、実は全然なんというか理屈は後でつけてるっていうのがあるんですよね。ただその中でのその気持ちなりの全部そのなんか整合性とか、この気持ちよさがあったら次はこういう気持ちよさでつながないと多分快楽は持続できないだろうっていうところは絶えず気にはしてるっていうか、消去法だと思うんですけどね、気持ちよくないものをどうやって見つけ出すかっていう、見つけ出してそれを排除していくかっていうことを、心がけてるっていうか作業はほとんどそれだと思いますけどね、CG のこれから先の未来というのが、と、あの特撮映画の関わりっていうのはどういうふうに流れていくんでしょう、あの漠然とどう思われます、話次第だと思いますけどね、それはテクニックばっかり上がったってしょうがないじゃんっていうようなことを意味するんでしょうか、技術は上がるのはもう目に見えてるわけだから、結局その向上する技術がその量産だったり時間短縮のために使われるとやばいなっていう気がしますよね、なるほどね、とかやっぱりそういった意味でこう多分自分たちの関わるそういう特殊効果とかそういうものも全てひっくるめたところで、そういう表現ってものってやっぱり映画の中の魅力的なところに使われるべきだと思うんで、そうですね、高い買い物ですからね、なんだかんだ言って、だからそれを上手に使っていかないともったいないなっていうのは、そこだけ目立って作品の世界観に貢献しないようではダメだ、気をつけなきゃいけませんね。どうですね。